妖術で操られた者たちを解放するため、芭蕉らは平清盛を追った。折しも清盛は小田原城で失った戦力を取り戻すべく、姉川の地で蛇法の儀式を始めていた。急ぎ姉川に向かう芭蕉たち。そこで彼らは驚くべき光景を目にする。天をついてそびえ立つ奇妙な塔。三国の世にも戦国の世にもありえない巨大な建造物。それもまた妖者の出現によって生じた世界の歪みだった。うはぁ、清盛め、大軍勢を揃えとるの。さてはわしらの動きを読んどったか。それになんじゃあの妙竹林な建物は。嫌な予感しかせんわ。ここは我らにお任せを。操られ妖魔の手先となった汚名晴らしたく。ランも同じ思いです。私も。お前らの気持ちは嬉しいが、無理はすんな。いざ、真田が槍にて蛇法を貫かん。我が信念を炎となし。敵本陣への道は妖術で阻まれています。術者は恐ろしい。大清盛の必死に孫悟空、まずは他の者を打ち果たさねば。清盛を打ちさえすりゃみんな戻る。待っとれよ。清盛のおっさんは日に日に力を増してる。殴った程度じゃその術は解けねえよ。あら、やった。なるかん。消えた。この妖術。戻れ、クグツよ。腹を補って死んぜよ。見事に騙されてくれたぜ。さあおっさん、時間は稼いでやったぜ。時は満ちた。さらなる悪夢を見せてくれよ。どこまで味方が敵に回るとは。このままでは本陣が。こいつは面白い。おっさんには及ばねえが俺もやってやろう。
したもんだぜ。ぜいはっはっはっやはっはっはっぜい見事なもんじゃ、バショは危険です。ぜい早く止めましょう。ぜい やるね、十分楽しめたし、解散するか。異界の客人見つけたぜ、清盛。清盛よ、そなたの邪法阻ませてもらおうか。矢を撃ち、矢を破る。覚悟しやがれ、清盛。義経様への手土産にしてやる。ここは私は。連盟、ピンチを塞いでいた妖術が消えております。そう、これは朗報。君を妖術より解放する好機よ。覚えてやがれ。なんで俺はここに。それで敵も慌てましょう。なんと勇壮な戦術。真の三国武装よ。清盛様への忠義を持つ。私は何をしていたの。我らは友を取り戻した。今こそ反撃の時。
せい、はっせい。森蘭丸様でしたね。お救いいただきありがとうございました。このまま操られていたかと思うと今も身が震える思いです。ゼベル、いやゼベル、金継殿、また共に火の刃を磨いていこう。すまねえ秀吉、お前がいなかったら俺は。気にすんな年家、お前が戻ってきた、わしはそれが嬉しい。プラス金庫活躍、悪な気配を追い、この地にたどり着いた。あの清盛という者が、その源か。ゼベル、王者の出現は、再び世界を変容させた。世界の達人の訪れも、その一つとに。人を操る妖術、ただの槍が立つ。俺は妖魔を倒し続けなくちゃならない。義経様に認められるためにな。だからサジと一緒にいるのだ。あいつの行く先は妖魔だらけだ。はい、来たものだ。お前が助けてくれたのか、感謝するぞ。いいえ、礼には及びません。金継殿の家臣が妖術に打ち勝ったのです。幾度抗おうとも滅びの定めは揺るがぬ。無駄よ無駄。やったぞ、我らの勝利だ。
すまねえ。妖術に操られちまうなんて情けねえ。邪法に操られるとは、疑心が足りなかったか。残機に耐えぬ。未だ多くの方々が妖術の虜に。どうかお救いください。邪悪なものを討つことが俺の使命だ。平の清盛を討つならば協力しよう。清盛の妖力は強大だが、故に追いやすい。小生が導こう。真田の戦、ここに極まれり。未だ多くの方々が妖術に操られています。本来手を取り合うべき友が戦う、悲しいことです。案ずるな。サジが清盛の妖力を負った。帝軍山なる場所に邪法の本拠があるらしい。その地を制さば、操られる者は減ってゆこう。それを聞き安心いたしました。あなたはお優しい方ですね。